からね、名駅名古屋まで来ましたね。よいしょ、これは折り返してそのまま神山行ってんや。なるほどな。で、違う、ここから大船の方向かってからやね。よし、竹取線やから大部から乗り換えたらね、大部やったら新快速でも何でも止まるか。よし、まあ、ちょっと時間余裕あるやろし、せっかくと名駅来たんやし、東海道線の保育園やったら、何番目だよ、こっち新幹線の方やから、こっちか。せっかくそっち方面の方も行くんやったら食べたいよな。食べたいよな、きしめ。きしめ取ってこ。岐阜方面参ったんだろ。そう、東海南部から感じするんだよな。こっちやな。大部行きやってね。一番向かうの方がいいか。そうやね、新快速乗っちゃった方がいいね。よし、新宿半線乗り方行こう。すみません、とりあえず、きしめんやここまで始まらんで。よし、天津きしめん、こんなんの、いやー、だよな。フリーキップなんでね、竹取というまで大丈夫なんでね。そうや、せっかくなんでね、そこ映しときましょうか。そう、竹取駅はね、ターミナルコース端っこの駅になってるっていうんでね、よいしょ、そこが一番端っこになってるんで、これが愛知県でここだけなんですよね、この端っこになってる JR の駅だとね。ってことで、ね、そう、この前ね、名鉄ターミナルの時に来ようかなと思ったけど、来なかったんで、ターミナル、やっと来ましょう。めちゃくちゃ思いつきというか、ほぼほぼ事故ですけど。よいしょ。これが竹豊駅ですね。竹豊町ですね。一回出るか。どれぐらいで折り返してくるかな。まあ、30分にいっぱいありますからね。一回出て、
こんな感じなんや。で、26分ぐらいで15時31分出てくんか。ちらっと出てくんか。目立った商業施設は名鉄の方にあると思うんだよな。こっちは特に。まあ見た感じも、まあせっかくで奈良まで歩くか。奈良場までやったらそんなにないやろ。全然ねえな、わかんねえな。多分247の方に出てしまえば行けると思うんで、まあせっかくだし奈良まで、いやこちらになってから行くの嫌やからな。やっぱ普通に戻ろう。完全崩壊したのか。ベッドが